印刷ロールの巻き替えを主にやっている、はい、会社走行ラック入れたいなということで見積もりを取ったところ玄関も飛び入れるぐらいの見積もりが来まして機械設計の人間にうちでできへんかった、まあ、こういった横入力タイプになります。何が、いいかと言いますとこれですとそのまままっすぐ行って荷物を取ってそのまままっすぐバックを返してくるということになりますので、リフトの事故も少なく済みますよ。こういったものを工場の中で作業をしていただくときに従来ショコタイプですとこういうフォークリフトが行くとまたこっちに旋回してまた物を取らないといけないという非常に手間がかかるんですよ。このシンプルな動きなんですけれども基本的にこのフォークリフトはこの前後だけで作業が済むので非常に小スペースでなおかつその分たくさんのものが置けるということになります。全自動ではありませんので比較的安価な収納台を設置することもできますしレールレスになっておりましてこの、タイヤ部分ですねは、まあ、うちで作っているウレタンゴムを使用しているというような形になっています。レールを引くための施工は必要ありません。今ある企業様のスペースに合わせて、まあ、自由設計を利用させていただきます。あとはもう簡単に操作も可能で在庫管理も可能になります、こういった商品をポンポンポンと入れるとラフ在庫なんかありますよ。こういったタッチパネルのところで、はい、全て管理をしているような形になりますので、先入れ先出しが可能。